ォーム縦島が長崎の国見高校、白いユニフォームが京都の山城高校です。さあゆっくり中盤から、この昨日の山城高校との準決勝、習志野と対戦しました、はい、じっと習志野の攻めを耐えながら、そうですね、山城がパチッと点を取りましたね、そうですね、はい、ここのチームの選手はなんていうか、まあ賢いって言いますかね、はい、さあ国見高校チャンス、ドリブル入った、センターリングができません、キーパー飛び出して抑え、また生きてるか、抑えました、キーパーの立木、山城高校の3年生ゴールキーパー立木であります。1m83cm、絶好のチャンス、国見高校コーナーキックです。このセットプレーは国見は特に強いですからね、そうですね、ここ山城ずっと耐えなければいけません。さあ天理高いボールを上げた、ゴール前、ヘディングはどうだ、どうだ、あっと入りません、 2m44 のバーを超えました、井上のヘディング。国見高校は井上が1m82cm、 この人がゴール前に詰めています。さあ国見高校ロングスロー、長いボールを入れて井上落としたが、肩にどうだ、打てるか、打ったゴール前、入らない、入りません、国見チャンスを逸しました、素晴らしい攻め、井上君ですか、井上ロングスローから3回ありましたね、北澤さん今見せ場が、そうですね、まあ決定的ですけどね、これはね、決定的でしたね今、しかし加藤君がここでね、はい、きちっとね、やはりこ、あ、2番のなるほど、3番の加藤キム君ですね、キムですか、キム君がね、ブロックしてますね、あ、白いユニフォームに赤い襟がアクセントになっています、山城高校31年ぶりの決勝進出、今日勝てば実に34年ぶりの優勝であります。右に持った、うまい、ドリブル入った、打てない、ナイスカバー、7番の永井です。このドリブルご覧ください、この次ですか、このここからこのフェイントですね、効きます ね、前線にフィード、永井、いや井上です、はい、いやこれは通りません、ちょっとパスが通りません、国見高校、あ、つながった、おっとチャンスだ、おっと抜けた、チャンス、シュート打てるか、打てるか、どうだった、どうだ、かわして右足で打てるか、パス2人でシュートは岩渕、惜しい、ちょっと時間をかけすぎた、川勝、この辺から国見が、ね、先ほど小峰監督さん、はい、ちょっと声を出しましたけどね、ちょっと普段の今までの状況とちょっと違うぞと、はい、いうようなことから、かなり今声を、今の声もそうですね、出してますね、確かに昨日の無難戦とはちょっと動きが違いますよね、冷静にね、昨日は見てましたけどね、ゴール前井上が詰めていきます、はい、どうだ、振られた、シュートはどうだ、入った、ゴール、前半25分、国見先制点、4番井上が先制点を取りました、国見高校、ドリブルから持ち込んだ、そしてグラウンダー、ここに待ってきました、キーパー立木を呼ばず、4番の井上やりました、うまかったですね、うまかった、ね、このねスライディングですね、マスカツさん、はい、国見ベンチです、先制した瞬間ベンチからやった、よしといった声が上がりましたよ、チャンスになるか、抜けた、抜けたぜ山城、ゴール前にスルスルっと10番今口上がっている、上がることができるかどうか、こぼれた、チャンスだ、どうだ、どうだ、あっとゴールライン割りました、惜しいな、惜しい、川勝であります、川勝です、コーナーキック、山城高校同点なるか、前半残り5分ない、ポンと上げた、どうだ、上がってきた、あっとキーパーを抑えます、足塚がっちりと抑えました、1メートル違う、そこそこ、さあ国見高校の攻め、国見の攻めです、ボールを持って右展開、田尻が持って左足かわしたフェイント、田尻、15番の田尻がセンターリング、ゴール前こぼれている、ルーズボール、国見が外側からロングシュート、20、30、これが2年生の元田、8番です、ボールの寄りが今のところですね、はい、国見の方はね、はい、上回ってますよね、ですから拾えるんですよ、はい、おーっといいパスだ、ナイスパス、ナイスパス、持っていったセンターリング、しかしダメ、しかしいいパスを出しましたね、これが姫田、9番です、国見高校追加点のチャンス、グラウンダーが入った、どうだ、この前、うっとクリアです、その前クリア、あー
今上から来ると思ったんですが ね、 そうですね、狙い方がねまた意外性がありますね、はい、そして三浦君は三浦持っていくドリブル左足のシュートが入った、ゴール、すごいシュート、素晴らしいシュート、2対0、素晴らしい左足のシュート、素晴らしかった、目の覚めるようなシュート、2対0です。いやー、彼はね左足ですよね、左足、彼は得意なんです、このコースが絶対得意なんですよ、うわー、これ、ね、6戦目、ニアサイドでしょ、ニアサイド、流れを変えるか、クルミ持った、センターリーグ、いいボール、はい、おっと、おお、左足に戻る、打てるか、打てるか、打つか、打った、打った、おっ、ナイスキーパー、立木ナイスキーパー、ファインプレー、一瞬間を取ってずらせて打った、うまい、打った方もこれは今井上ですね、うん、打った方も良かった、キーパーも良かった、立木、見てましたね、ずっとシュート、2トップにはもっと前で仕事をしてほしい、そういう風に長いボール、ちょうど中間点に落ちる、面白い面白い、今淵が行った、シュート、今淵のシュート1本目、後半山城高校初めてのシュート、あ、岡本ですけどね、はい、メインスタンドの最上段、はい、放送席のすぐ隣なんですが、はい、読売ヴェルディのラモス選手、武田選手、それから長井選手がですね、弟の試合見てますね、はい、見つめていらっしゃるんですが、ちょっと一言伺ってみたいと思います。顔も似てますね、ここまで2対0です。そうですね、まあ最後弟にね1点取ってもらって終わってほしいですけどね、まあこのままでいくと兄弟でこの国立で優勝ということになりますね。そうですね、なんかやっぱ弟も幸せ者ですね、勝つと弟も幸せ者、ラモスさんも褒めてくれてますんで、やっぱり今日は勝ってほしいですね。はい、どうもありがとうございました。松川さんどうぞ。はい、ラモス、そして永井秀樹選手、武田選手と読売ヴェルディの、そしてゲストには北澤さんに来ていただいております。ラモス選手は家族で見えてるようですね、お正月も天皇杯で大変でしたから、今家族サービスでしょう、はい、さあ山城チャンス、シュート打った、どうだキーパー、足塚を抑えた、山城高校シュート2本目、2対0、2本目のコーナーキック、国見高校ゴールまで 30m、 国見が 1、2、3、4人、外側スッと中に入った、中に入った、ヘッジにシュート、どうだ、2m44、 わずかに長い、小峰監督の目にうっすらとこう涙が見えますね、はい、3回目の優勝近づいています。あと30秒です、あと30秒、山城高校10番の今淵、山城石塚、パス、ナイスパス、マイ、いけ、さあ持った、打てるか、壁は3人、打てるか、持ち込んだ、シュートはどうだ、持ち込んだが打たない、もう1回、右手に、さあパスは出せない、惜しい、わーっと、あと手元の時計では2秒しかありません、逆襲、海高校、真正面、井上か、シュート、どうだ、右、いや頑張りますね、ロスタイムに入りました、ロスタイム、4番の松本君、素晴らしい決勝戦、いいしてますね、今日ずっと、小峰監督です、すごいでしょ、2-0ってスコアもあるけども、はい、ね、さあ、今主審が時計を見ています、試合終了、海高校2年ぶり3回目全国優勝になりました。小峰監督やりました。2年ぶり3回目、7年連続7回目の出場で3回目の優勝であります。そして小峰監督にとりましては監督生活40勝目、この高校選手権大会40勝目を3回目の優勝